今回は、クルス花天使のあらゆる術式を消滅させる術式って矛や縄の上位互換なの？に対する読者の反応を紹介していきます。おおむねそう、天使の意外とかを素材に作るとああいう呪具が生まれそう。無効やかき乱すじゃなくて消滅だもんな。乱す、強制解除、消滅だから一応差別性のある術式メタとしての性能なら上位。消滅だから明らかに天使の方が上だな。縄と矛は近づかないといけないけど天使は遠距離かつ広範囲だし魔属性特攻だから呪霊や宿儺にも致命的なダメージ与えれるよ。強すぎて草。天使がゴリラだったら呪術だと間違いなく最強だった。効果だけ見るならそう、ただ呪具の方が上回ってるところもあるからケースバイケース。一、当然ながら天使の術式を持った者しか消滅させられない。呪具を持ってればみんな使える。呪具さえ残ってれば光年であっても使える。二、結界の素通り、宿儺による呪肉体乗っ取りは正確には術式絡みじゃない。どこまでが天使の術式対象なのか把握が必要。三、呪具の方は相手への直接接触が条件だから拘束するには向いてる。それでも天使の方が強そうだけど。強い弱いじゃなくて便利さの違いを書いてるのに。本誌の時は無効化だったのが単行本だと消滅になってるから消滅なんだろう。消滅はすげえよ。術者が術者に向いてない山ちゃんの花という弱点があるから、術者が花でよかったとも言うけど、花のことを完全に乗っ取れば宿儺ぶっ倒してハッピーエンドだからなぁ。あそこで乗っ取らなかったのは見直したは覚悟に準じてたんだなって、あくまで天使本人としては打点撃破よりも呪肉体の精神消失防止の方が優先順位高かったんだなって。今のバトルでもなんで天使の術式使わないの？って言われる程度には強い術式だけなら最強だと思われる。あの領域バトルも天使がいればワンパンで解決できたんだろうなって思うよ。要は火車が領域裁判を通してやってることを通常攻撃でやってるわけだからな。バランスブレーカーにも程がある。遠距離で広範囲なのがやりすぎなんだよね。近距離より遠距離の方が優れてるのは明らか。獄門裏ってはしごされてどうなったんだっけ。側ごと消滅？術式だけ消滅してただの箱？どちらにしろ海のもクズだろ。回数制限や縛りないとむしろ納得できないくらいの強さ。術式効果の消滅じゃなくて術式の消滅だから消毒術式を肉体から消せそうなのが一番おかしい性能じゃない？天使の術式って敵味方区別できるの？無差別なら小回り効かないから徒党組むの無かなそうだけど。なんならなんでその強さで平安の時に宿儺倒せてないんだよって疑問も残るんだよな。結局これも術式だから精度とか出力とかそっちの問題では、そりゃ宿儺が逃げ回ってたに決まってるだろ。合わないように宿儺が立ち回ったとか、それか裏梅みたいなのが何人かいたなら天使が来たらそいつらに相手させて高みの見物のように見せるとかもできる。宿儺が魔に属してるのも呪霊による欲が原因って思うと、裏梅なら術式無効にされるだけだからゴリラ殴りで対応できるし、呼び方が宿儺打点で別なのも気になるんだよね。なんだかんだ天使って宿儺の体、顔見たことあるような描写今までないから宿儺が何かしらの目的で顔隠して打点とか立ったとかそんなところじゃない？光るだけでダメージまで発生するのは呪肉体になったからであって、平安宿儺には普通のフィジカルでボコられるだけだったとかを今思いついた。わざわざ天使が再起不能扱いされてたのは天使が強すぎるから五条と組めば宿儺を一方的に倒せるからだろ。再起不能って言われる術式も使えるし元気そうなのが不可解だけど、今のバトル終わったら VS メロンパンが控えてるけど天使で脳みその術式消滅してワンパンじゃね？どうするんだろ。こういう当たったらマサル核みたいな能力って能力者が直接対象に触れないといけないみたいな制限かけるのに、そんなことなくて遠距離から不可避の極太光柱で一方的に倒せるの笑える。打天使が天使に勝てるわけないぜ。宿儺って開幕じゃジョブや開幕無料空所されたらどうにもならない強さだったのバレちゃったよな。平安時代は立ち回りがうまかったんだろうな。もともとウロが宿儺、マン、裏梅の3人と舞台で戦闘して逃げれた時点で平安強者より強いのは確かだけど、五条と違って自分以外は余裕で倒せるほどの圧倒的な差ではないっぽいんだよな。平安時代は人間のカテゴリーには入ってるのでヤコブ食らっても死にはせんよ。別にあれ呪肉体特攻じゃなくて魔特攻だから呪肉体しか通じませんってわけじゃなくね。呪肉体呪霊イコール魔のもの判定だから人間相手には意味ないよ。というかそうなると魔のものって何やねん。宿儺は生前打点だの言われたり見た目が完全に化け物だから魔属性あるだろ、あれを人間と言えないだろ。
まあ、属性判定は受肉体呪霊なんだから宿儺が生前から受肉体や呪霊だったとかじゃないと、これを人間ですって言い切れるのは難しい。仮に人間でも魔属性のある人間だろ。魔属性が何なのかも判明してないのに魔属性のある人間なんてオリジナル属性言われても、これを人間と言い切られましても腕が4本あって目が複数ある人間なんているんですかね。魔属性のある人間って表現が合ってると思うんだけど。だが宿儺は莫大な呪力量で、は無理なんだよな。平安時代の頃はそもそも敵対してなかったとか、ギリギリのところで裏切られてあいつ戦士やないやんだそらやん。アーツ指になって逃げおった、おい剣の字俺も呪物化すんぞ、打点が起きたらバトル開始や、で現代に至るとか。すでに事象として起きたものも消滅できるならマジで術式系統で突破するの無理なんだろうな。乙骨も5分だけとはいえコピーできてるはずだしな。ハンガーラックおじさんに天使の遺体で呪具作らせたい。極の番とか領域展開とかあるけど天使なら一撃で消滅しちゃうんでしょ？強すぎない？領域内だとどうなるんだろうな。結界術も消しされるから閉じ込められても逃げられるんだろうけど、術式消滅の術式自体が中和されるから必中効果は食らうんじゃね。五条の無加減が中和されるみたいに、天使は結界素通りできたみたいだからおそらく結界術自体を消せるよ。中効果で術式中和されても外核となる領域自体が消せるから領域自体も意味なさそうではあるな。福間水仕事じゃ巨部で消し飛ばせるな。平安では宿儺が逃げてた説が濃厚。生前だと受肉体ではないのでフィジカルでボコられた説が濃厚。呪霊操術持ちにヤコブしたら取り込んだ呪霊ってどうなるんだ。ドハバって解放されて偉いこっちゃ。魔属性相手だと特攻ダメージ食らうらしいから呪霊も消し飛ぶんじゃね。呪霊操術持ちには会いたくない相手だな。まるっと全部消されるの辛いわ。打点って伏線があるから宿儺は本気出したら翼生やして天使化するんじゃないのって思ってる。てか打点の伏線はいつ回収されるんだ。多分そんな大した意味なくて天使がつけてただけ予想。それはないだろ。俺が打点だって宿儺が言ってるし、宿儺は生前もよくやってたなら魔の物扱いだろうな。五条の天敵かなって思ってたけど、術式消されてもゴリラだからなんとかなるのか？人間には効かないんだっけ？宿儺様がああからのキャンセルされたらピンピンしてたけど、一定時間当て続けなきゃいけないのですか？天炎で天使の術式中和できないかな。中和も術式の一種みたいなもんだから無駄じゃね？そこまで行くと天炎の術式中和と天使の術式無効化のどっちが優先されるかの勝負じゃね？結界も反転も術式の一種って扱いだから天使は海流の結界の出入り自由だし、天脚で頭刺したら五条が死んでたって自分で言ってる。天炎は簡易領域で結界の一種だから消滅範囲内だと思う。腕4本目玉いっぱいが何夜変形かわからんしな。単に平安の無意天変持ちにいたずらされただけかもしれないんだし、天使を上空でピカピカ光らせてゴリラ五条がフィジカルで制圧するのが最強か。相手が魔の物だったらダメージで動けなくなるしもうただの作業だな。まあ、呪霊に蘇生が近いらしい。天元と宿儺が似てるってのは賢弱に指摘されてたし、宿儺も何らかの方法で天元と同じく進化して呪霊寄りになったって可能性はありそう。これから控えてる賢弱戦呪霊操術、ヤコブで倒せます重力、ヤコブで無効です脳みその術式、ヤコブで一撃です。領域、ヤコブで無効ですもう天使だけでいいんじゃないかな。真の史上最強だろ天使。生前宿儺は伝説通り二人分の肉体持ってるかもしれんのに化け物判定はちょっとあれだわ。